パイダーチャンネル。皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日は MTA の戦略的導入と TT のストアカバレッジの拡大についてお話しします。食品、飲料、菓子、日用品メーカーはこの2つをしっかり理解することで ASEAN 市場への参入における ROI、効率的市場参入を実現することが可能です。今日は MTA の戦略的導入と TT のストアカバレッジの拡大について一緒に学んでいきましょう。この図は、この MTA の戦略的導入と TT のストアカバレッジの拡大を説明するために私が作った図です。まず、このオレンジのラインというのがですね、赤字ゾーンで、水色のラインが黒字ゾーン。海外販売というのは大きく分けて2つあります。一つは輸出でやるパターン、そしてもう一つは現地に法人を構えてやるパターン。多くの企業はまず輸出から始まって、現地に法人を出して海外販売を実施していくと。でこの輸出でやるパターンの場合、赤字も黒字もありません。基本的にはキャッシュオンデリバリーで、キャッシュが入ったら輸出をするということをやりますので、特に赤字や黒字を気にする必要はないと。ただやっぱり輸出ですから、自分たちの商品がどういう中間流通事業者を通じて、どういう現地の小売に並べられて、どういう消費者がそれを手に取って何を思ってリピートしているのかが全く見えないビジネスなので、輸出では伸びしろが限られていると。ある一定の規模まで来ると、やっぱり現地に生産工場なり、生産拠点なり、販売拠点を持たないといけない。でそうなってくると、当然固定費が発生するので、赤字ゾーンや黒字ゾーンというのが出てくるということを前提にした図です。でこの MT と TT、 日本ではよく MT が先か TT が先かとかですね、 MT なのか TT なのかという MT と TT の議論になるんですが、これは MT が先とか TT が先とか、 MT だけとか TT だけとか、そういうことではなくて、 MT も TT も両方重要で、なおかつ同時並行的にやらないとダメというのが ASEAN 市場です。でなぜならば、前回にもお話した通り、 ASEAN は2つ理由があると。 ASEAN は MT の数、絶対数が圧倒的に少ないから。一番多いインドネシアでも3万5000店舗で、うち3万店はアルファマートとインドマレットなわけですよね。でそうすると、この2社が取れなかったら残り5000店舗。一番少ないベトナムの MT の数はたかだか1500店舗。対して TT の数っていうのは、ベトナムでも50万店、一番多いインドネシアでは300万店存在すると。したがって、この MT も取りつつ TT も攻略するということが ASEAN では求められるし、もう一つの理由は、 MT の棚にはお金がかかります。これはリスティングフィー、棚代、強制プロモの費用、こういった費用がかかるので、MT は、ある意味広告棚みたいになってしまってる。小売りが不動産化しちゃってるわけですよね。棚 1SKU いくらで売ってるわけですから。でそこに置くには、プロモーションを強制的にやってくれと言われるわけですから、 MT だけではなかなか利益が出ないというのが ASEAN 市場の特徴です。そうすると、当然ながら TT も攻略をしていかないと数が稼げない、利益が出てこないと。で一方でTT のパパママショップのオーナーは、 MT に置かれてないもの、 MT で売れてないものは当然取り扱いたがらないという理由がございますので、この MT と TT はもう片方だけじゃ絶対に利益が出ないし、どちらか一方ではうまく市場を攻略できないと。成功している先進的な欧米のグローバル消費財メーカーは必ず両方同時にやっていると。でむしろ MT でやることが TT に評価されて、 TT での実績が MT に評価されると。この構造をしっかり理解しているので、やはり MT の戦略的導入と TT のストアカバレッジというのは絶対に必要です。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。